はあっと言った。「居居口?」そうだ。平林六郎門は濃い眉の下から底光りのする目でじっと新八郎を見守りながら畳みかけるように続けた。剣持殿の戦王ぶりはおみたちも兼ねて聞くところであろう。ご主君のご病気をよきことに藩の政治を 己の一存で切り盛り盛する。それは良い剣持殿は優れた政治家だから多少戦争でもお家の御ためになる間は黙っていてよいしかしながら権力を握る者はともすると権力に毒されるお家の御ためという覚悟が抜けていつか己の一心一家を利する心が起こる者だ六郎右衛門は懐から一通の書きつけを取り出し 新パシ郎の手に渡しながらこれに剣持殿の罪状がしたためてある念のためよく読んでみるがよい一日早ければ一日だけお家の災いが少なくなる道理だ方法はどうとも望むままに任せるうち損じのないように頼むぞお言葉を返すようではございますが 新八郎は静かに目を向けた。御意地ちとは逆からぬことで、殿様よりじきじきのおせつけならでは口にすることのできぬものと聞いております。おじきのご上位を承りたいと存じますが、もっともな申し分だ。けれども、神には今ご描画中のことで、その義がかなわぬ。それで老職の身分をもって、わしが申しつけるのだ。 もしそれで承知できぬとあらば辞退して差し支えないのだぞ。もってのほかの仰せご上位とあれば身を捨てても必ず一目めまする。そうかそのもとならぬかりはあるまいが剣持殿は老年ながら子たちの名手心してやるがよい。そう言って六霊門は手を伸ばし。 用意してあったらしい金包みを取った。詐称ではあるがロギンだ。しびよく討ち取った上はしばらく当地を立ち退くがよい。立ち退くのですか新八郎は意外そうに目を見張った。六郎ろ山はうなずいて、酔い打ちとは言いながら剣持殿は一般の上代ろう 撃ったものがそのままとどまっていては面倒が起こらぬとは限らぬ。家中が静かになるまで耳を隠す方がその元のためでもある。よく愛わかりました。新八郎は書きつけを懐にすると差し出された金包みを押し返して、では、王政の通りいたします。しかし自分にもいささかの蓄えがございますから、これはそちらへお納め願います。 いや、わしの寸子だから受けてくれお志だけちょうだいつかますりますではこれにてそう言って新八郎は立ち上がった外へ出たが引き受けた役目の重大さに心はなかなか静まらなかった戸沢剣持は 日立の国手綱藩中村信濃神の上代がろうとして10年に余る年月の間藩政の中枢を握ってきた人物であるがその節中ぶりが先制的なので近年富に評判が悪く渦中の一部には「切ってしまえ」という過激な論さえ出ているくらいだった新八郎はそういう評判も聞いていたけれども彼は常に「弱敗の者どもは」 ご政治向きについて論ずるべからずという家宝を守ってそういう世評には決して耳を貸さなかった誰しもお家のために神明を捧げて働いているのである発表する者も,もまたされる者も,のもみんなそれぞれの立場でお家のためを思うからこそだ ご政治向きのことなど詳しく知らない逆杯者が世評に惑わされて騒ぎ立てるのは最も慎まなければならぬことだ新八郎はそう考えていたそれが突然剣持魚誘ちという重大な悪夢を申しつかったのである魚誘ちといえば利己といかんにもかかわらず打ち止めなければならない上位であれば打とう その決心はすぐについた同時に剣物を打つからには自分もその場で切腹する覚悟である。六郎右衛門はしばらく身を隠せと言ったが新八郎にはそんな気持ちはなかった。打つからには自分も生きてはおらぬと固く心に決めたのであった宗近新八郎は200石の書院版で。 そのの優れれたた男ぶりとずば抜けた剣の名手とで家中に知られているしかし性質はどちらかというと女性的なほどおとなしく道楽に尺八をたしなんでいるがその道でも並みならぬ天分を見せていたむしろ剣を取って家中随一の技を振るう時よりも当然として尺八の根に酔っている姿の方が彼にはふさわしいくらいだった。 父も母もすでになく家庭は寂しかったその時の春先に縁談ができて秋には妻を迎えることになっていた相手は小倉奉行殿村郷兵衛の娘でおぬいということに堪能な乙女でしばしば御前へ召されたし時には新八郎の尺八と合奏したこともあったそんなところから縁が結ばれて ついに結婚の約束まで行き着いたのであるそれも今となっては夢だ新八郎には無論未練はなかったかえって祝言をあげない前だったことを幸せだとさえ思った今宵のうちにそれとなく別れを告げた上うちに行こうそう思いながら自分の屋敷へ帰った彼はすぐ己の居間へ入って 六霊門から渡された書き付けを開いてみたそれには剣物の罪を十年箇条に挙げて起してあったが最も重要なのは左の三箇条であったその一は大阪の商人名だらや五郎兵衛と結託してお借入金の一部を首都不明に飛翔していることその二は不用意に谷合村神殿開発を始めて失敗し 多額の金を途避したこと。その3は当藩主信濃神時次に世志がないため親族から四経を求めているのだが剣持は幕府の老中水野出羽守忠之と吉見を通じ密かにその三男と養子縁組を進めていること右の三箇条を特に繰り返し読んだ新八郎はそれまで落ち着かなかった気持ちがようやくはっきりと決まり この三課長だだ。けでも打って取る罪には十分だよしと初めて心から闘志を感じた別に工事の心配はなかった自分の亡き後の家の始末について書き残すとそれを罪状書とともに密封して手文庫に納め風呂に入って軽く夕食を済ませた新八郎は愛玩の釈放帳を取り出し「殿村殿を訪ねる」と言い残して家を出かけた。 途中まで行くと小雨が降り出した。しかし殿村の屋敷は大手筋にあって引き返すものでもなかったから彼は小走りに道を急ぎ濡れるほどのこともなく行き着いた郷兵衛もちょうど食事を済ませたところだった彼は新八郎が尺八を持っているのを見ると「いやーこれは珍しい」と色の黒い顔をうれしそうに崩して その元が自分から進んで尺八を持参するというのは初めてだ無論聞かせてもらえるのだろうな実は急の御用で江戸へ立ちますので客間に相対して座ると新八郎はさりがないふうに言った「江戸へ御用いつだ明朝早く出発いたします帰りはいつ頃になる?」 郷はすぐ秋の婚礼のことを考えた様子である新八郎の胸にはそれが痛かった出布してみないとわかりませんが次第によっては少し長く江戸表にとどまるかもしれませんそれでお別れにおぬ殿と一曲合わせていただこうと存じましてそれは願ってもないことだ。 しかし長く江戸に滞在するというのはどういう御用なのかお役買いでもなったかそれは申し上げられませんでもいずれお耳に入ることと存じますそうか御用のことは根を掘って聞くわけにはいかない郷兵衛は下せぬ気持ちのままに妻を呼んで合奏の支度を命じた そしてまたとないおだからというので銀之助一之城の西もその場へ呼び寄せたおぬいは化粧と着替えに手間取ったと見えてみんなが座についてからややしばらくして出てきた彼女はその時19歳だった肉好きの優れた体好きでさして美人というのではないが赤いつまんだような小さい口元とまつげの長い目があり どどうかかするるとひどく艶やかな表情が現れるシンパ八ロは時たま影のようにかすめ去るその表情を見ると自分の胸に温かく血の騒ぐのを感じるのだったご迷惑なことをお願いいたしましたシンパ八ロはおぬいなことの前へ座るのを待って静かに会釈し,したしばらくの間お分かりになりますのであなたのお手並みを思い出にしたいと考えたのです。 拙者はほんのお付き合いどうかそのおつもりで十分にお聞かせくださいお恥ずかしゅうございます拙い技ゆえかえってお邪魔になることでございましょうどうぞお笑い草におぬいは頬を染めながら会釈を返した曲は「総不連と決まって二人はおのおの座につき やがて静かな十三軒の音で合奏が始まった披露宴の障子はすっかり吐き放してあるので座敷からさすほのかな食の光が雨に濡れる庭の繊石をおぼろに映し出していたもうこれが梅雨になるのであろうけぶるような雨は音もなく庭の樹石を濡らし泉水の水面にあるかなきかの 波紋を描いていてる琴の根は時にその波紋よりも有縁だったとも尺八もいずれ劣らぬさえを見せた玄と艦とは全く一つになり至極の因にこもるかと見ればたちまち川柳となって砕け相つき相離れつつようやと優秀の艦を自在に転定した。 新八郎はまことに無念無想だったまるで酔ったように勸玄の愛合しで発する鏡面音の中に己を忘れ去っていったするとやがてどうしたことか不意に琴の音がピタリと止まった新八郎はなお吹き続けようとしたがそのまま琴がついてこないので自分も尺八を置いて振り返った おぬいは両手をついて深く表を垂れていた。おぬい、どうしたのだ。神戸は環境を中断されて舌打ちをした。なぜ、よす。加減でも悪くなったのか。申し訳ございません、宗近様。おぬいは新八郎を見上げた額のあたりがすっかり青ざめていた。どうなすったのです。 せっかくのおぼしめしでございますが私にはもうこれ以上お相手は務まりませんどうぞお許し遊ばしてそう言うと座にもいたたまらぬ様子で逃げるように奥へ立ち去っていったしょうのないわがまま者だいやお叱りくださるな生きり立つ合兵を制して新八郎は微笑しながら尺八を袋に納めた 言語とは気が向かなければできぬもので無理にお願い申した拙者が悪いのですしかしこれでよき選別をいただきましたどうかお縫い殿にはくれぐれもお詫びを願います詫びはこちらからせねばならぬせっかくの今日を無にして愛すまなかったその代わり別廃を一賛差し上げよう 郷兵衛はそう言って思考を命じた断ることもできなかったしばらく酒の地層になったが時刻が気になるのでよきほどに杯を伏せていとまを告げたいよいよ座を去ろうとした時新八郎は愛玩の尺八を郷兵衛に預けた毛振りにも見せなかったが形見のつもりである郷兵衛はそんなことに気づくはずもなく喜んで預かった 道中の水に気をつけてこぶしのお帰りを待ち申しております夫妻に送られ傘を借りて新八郎は外へ出たあやめもわかぬ闇を込めて雨は小やみもなく降っていた門長屋について右へ歩き出した新八郎が屋敷外れまで来かかった時後ろから声を潜めて「もし宗近様 と呼びかけるものがあった振り返ってみると雨雲を持たずおぬいが雨の中に立っていたおぬい殿どうなされた宗近様娘を思い詰めて押し通してそばへ吸い寄りながらじっと男の目を見上げたお上の御用で江戸へいらっしゃるのは本当でございますかどうしてそんなことをおっしゃる 私には信じられません。江戸へいらっしゃるというのは嘘でございましょうもう生きてお帰りになるつもりはないのでございましょうおぬい殿新八郎は驚いて娘を見たそれがどうしてそれがあなたにわかります先ほどことを合わせていただきました時 三3軒響いてくる竹の根には必死の心がこもっておりました。言葉は偽ることはできましても音楽の誠は隠せません。私の申すことが間違っておりましょうか。胸をつかれた。新八郎は心の真った中を草と差し貫かれた。今初めて 琴を中断したおぬいの気持ちがわかる自分では無の味そうでいたと思ったのだが公共する私竹の院には必死の心が通ったのだおぬいは己の言に響いてくるその因律に耐えられずついに中途で辞めてしまったのである恐れ入ったさすがあなたは琴の名手だそう察知られた以上はもう隠してもしょうがない 何もかもお話申し上げよう。新八郎はそう言って濡れているおぬいの上に傘を差し掛けながら静かに事情を話し始めた「戸沢邸に着いたのは四つ近くだった」「火球を耳に入れたいことがございます」。 そう言って穴を拭うとすぐさま客間へ通されたそこでしばらく待たされた六霊門に注意されるまでもなく剣持が中上流の子たちになかなかの腕を持っていることは定評があることに屋敷の中では一つ潜んじると家臣が邪魔に入るからどうしても一刀必殺でなければならないどうしたらその一刀を取れるか新八郎は客間の中を見回しながら手順を図った やがて隣の部屋へ人の近づく気配がして静かに襖が開き戸沢剣物が入ってきた剣物は63歳の小柄の老人だったけれどもその五尺そこそこの体は精悍の気に満ちていたし銀箔の眉の下にある僧帽は恐ろしく力があってこれに睨まれると大抵身がすくむと言われていた。 枚入ってきた老人はそこでちょっと足を止めその評判の目でひたと新八郎を睨んだそして静かにざえつくといきなり押さえつけたような声で「霧にいったの、宗近」と言った新八郎はとっさに体形で手をやったしかし剣持は押しかぶせて「待て慌てるな」と手を下げた わしはこの通りおり孫腰だ。切るつもりならいつでも切れる。慌てずにわしの申すことを聞け。措置が誰に頼まれてきたかもおよそ分かっておるし、穴湯をこうたとき、すでにそれを承知で通したのだ。拙者は誰に頼まれたともありません。ご上位です。おみじきじきの御意かそうではあるまい。 さ、それはおじきの御意なしに上位打ちなどということはないぞしかしそんなことはどうでもよい打ち手を引き受けたからはそちにも剣持を打すべきがてんはあろうどうして切る気になったまずそれを申してみ新八郎はじっと剣持の顔を見守った老人の顔にはいささかの曇りもなく 乱々と光る目にも一文字に引き結んだ口元にも不退転の息がはっきりと描かれている「キに来たな」という初めの一言から続けさまに急所をつかれた新八郎は紛れのない老人のビューを見ているうちに今こそ真実に当面できるということを強く感じ出したそれではお尋ね申します。 体験を引きつけたまま形を正して彼は口を切ったそして十二か条の罪状を並べそのうち特に重要な三か条について激しく突っ込んだ剣持は黙ってしまいまで聞いていたが新八郎の言葉が終わるとすぐ「うんよく拾い上げてある」とうなずきながら「これからその上状について説明するがその前に」 聞きたいことがある。措置は剣持を打ってからどうするつもりだった御有地だからそのまま済ますつもりで来たかお打ち申した上はこの場を去らずに切腹する覚悟でございます。一命を捨てて参ったのだな。よしと言って剣持は自社を呼び一重ねの書類を取り寄せた。 では今の条目について詳しく説明をしようしかし前もって一言申しておくわしの説明に少しでもウロンがあったら遠慮なくたすがよいいいか承りまする新八郎は膝に手を置いた剣持は取り寄せた記録を開きながら歯切れのいい口調で10年来の反省について語り出した 徳川幕始まっ享保年,年代になると純然たる少子生活に入った諸大門の財政は目に見えて窮帽の一途をたどり出し恐ろしい力で台頭し始めた商人階級との抜き差しならぬ因果関係が生じてきた大雑把ぱに言えば道内の物産を金に変えることがいつかその物産を抵当に商人から借財をすることになりそれが次第に加算で身動きができなくなる。 そこまで行くつく経路はそう単純ではないにしても突き詰めたところは皆同様だった。「立名藩四万石」もその例外でありえなかった。剣持が過労職についた時藩の財政はほとんど手のつけようもないほど敏乱していた。しかも政治の諮問機関たる「年寄り」「老職」という位置はすでに世襲となっていたため。 凡容を図るに足らざる人々ばかりで共に反省改革を行うべき人物は一人もなかったこの窮白した状態を打開するためには何よりも人物が必要であるしかしそれがないとすれば思い切った独断先制を断行しなければならない剣持は心を決めた「自分は今神明を投げ出してどんな悪評も引き受けよう」 しかし命に欠いて死刑万代の策を立てなければならぬそして彼は御主君信濃神に失政一任のお墨付きを乞い財政立て直しの大なたを振るい始めた記録を引いて説明されてもそういう知識のない新八郎には政治の歳目にわたる点はほとんど理解することができなかった。 けれども神命を捨てたという賢物の覚悟とあやる批判を無視して信ずるところを断行した態度にはいささかの疑念を挟む余地もない壮烈なものが感じられた賢物の失政ぶりが万全であったかどうかはわからないが4万国の財政を立て直そうという大きな政治の方向がはっきりすればその他の小さな問題はもうどちらでもよかった これで剣持は,は記録を閉じながら最後におよすぎの剣だわしが老中水野子のご三男をお迎えするという噂は嘘だ水野子とは別に内乱があったそれを老職どもが耳に挟んでよくわきまえもせずに憶測を巡らせたものだよく愛分かりました 新八郎は感動を抑えきれずに言ったご政治向きに暗く一概に人の言葉を信じましたため取り返しのつかぬ過ちを犯すところでございましたそのもとが悪いのではないどうやらご政治向きが立ち直ったとみて今まで手をつかねていた者どもがそろそろ穴から這い出し始めたのだ人が餅をつくうちは見ていて 食べる段になると、しゃしゃばり出るやつだ。しかし仕事はまだ終わっていない。これからが大切な時だ。死ぬことを恐れはせぬが、剣持はまだ生きなければならぬ。いかなる悪名もひ望も受けよう。だが、剣持はまだ死ぬことはできんのだ。まだ死なんぞと言いながら、老人は己の膝を。 と掴んだそして烈火のような目で新八郎を見つめながら「宗近今もとはわしを切ったら切腹するつもりだと申したないかにもその覚悟でございましたその命剣物にくれぬか」。 突然こう申したのではかるまい今は死罪を放すそういった剣持は座を立って奥へ入って大幅の掛け物を蓋を自ら抱えて戻ってきたそして蓋を開いて取り出した蓋幅を並べて壁へかけるのを見て新八郎は思わず「あっ」と声を上げた「木型が山水である」 ご宝物拝見の折確かに見た中村家の秘宝の一軸横物の古品ではあるが半祖から伝来の品で紀州家に伝わる高天菩節の軸に次ぐ名物だったそれが今二幅ある新八郎は目を凝らせてひたと画面を見た筆致といい時代色といい二幅とも寸分たがわぬ 木の山水である言うまでもなくご宝物のもっけだ剣持は低い声で言ったかねて老中水の公から三千金で買おうというご内談がしばしばあった今谷合村神殿開発について金が欲しいそれでお上とご相談の上 この一軸を水路口にお譲り申すことになったのだ重大のご宝物ではあるが5年に一度ご披露のあるかはオクラのちりに埋もれているばかり神殿開発はお家千年の事業だいずれが重いかは申すまでもあるまいお上にもそこを考えの上お譲り申すことに決めたのだが それでなくとも、陰順古足の老職どもは、到底その軽重の区別はつくまい。そこで、ご宝物の形だけ残すために、かような儀作を一軸作らせたのだ。それで、新八郎は膝を進めた。私の一命、どうせよと仰せられます。この軸を持って江戸へ行き、 水の子に渡し申した上金子を買わせに組んで送ってもらいたいのだそれが命を懸けるお役目でございますか宗近剣持はじっと新八郎の目を見てそのもとに剣持を打てと頼んだ者がそのもとの出てくるのを待ち伏せておると思わぬかなんとおっしゃいます この屋敷の外に宗近を狙う刃があるぞ。これが一つ。もう一つは、もし、偽作のことが発覚した場合、宗近一存でしたこととして切腹する。無論、悪名を負って死ぬのだ。そのもとにその覚悟が欲しいのだ。いいか、毎日の場合には。 不審の名のもとに死なねばならぬぞその覚悟なしにはこの役は務まらぬのだわしを切って死ぬべき命をこのお役に立ててくれぬか新八郎はじっとなかを閉じていたがやがて剣持の顔をきっと見上げながら言ったかような大役を 私ごときおゆかり好き者にどうして思いつきあせばしますか君家のためにまこと神明を惜しまぬ人間はそうくはいないものだ。十年近くしてもしこならぬものがあるし一面の式で生死を誓う場合もある。愛知ることの長きと短きとで。 人間の目う打ちが決まるものでもあるまいに。ご家老、新八郎はニット微笑しながら言った。その役目確かにお受けいたしましょう。窓の障子が不意にぱっとまばゆく火を移したので。 おぬいは夢から覚めたように目をあげた朝から降り続いていた雨がいつかやんで雲の切れ間から初夏の太陽がギラギラと光の矢を放っている庭の木には濡れた若葉の枝を一斉にその光の方へ差し伸べるかと見え梢を渡る小鳥の声もにわかに生き生きと根を張り上げていた宗近様はどう遊ばしたか あの世からすでに5日っている剣持をしと取って死ぬと聞いたので覚悟はもう決まっていたしそうなったら自分も髪を下ろして尼になるつもりだったけれどもそれ以来何の噂もない戸沢剣持が切られたということも聞かないし新八郎についても消息がない持ち足損じて戸沢の屋敷で帰る討ちになったのではあるまいか そういう心配もあったしかしそれにしてもうらさぐらいはあるはずだいつかも経つのに何の沙汰もないのはまだその機会がなく新八郎はどこかに潜んでいるのではあるまいかかっこーかっこー屋敷の上を高く泣きながらかっこ踊が飛んでいったおぬいは遠のいていく その澄んだ声を耳で追いながらまだ新八郎が生きていてどこかで同じようにその鳴き声を聞いているのではないかと思いふと誘われるように立って縁先へ出て行ったちょうどその時兄の銀之助が一人のたくましい若侍と連れ立って庭の裏手から急ぎ足に入ってくるのが見えたまあ平林の慶次郎様 おぬいは若侍の顔を見て、それからちょっと眉をひそめた。藩の老職、平林六郎衛門の長男で、前におぬいをもらいたいと申し込んできたことがある。ずいぶん熱心だった。家柄にも申し分はなかったが、その時おぬいの心にはもう新八ロが忘れることのできぬ人になっていたし、父の郷部もそれを指していたので、ついその申し込みは断ってしまった。 それからぱったり慶次郎は来なくなっていたのであるそれが久しぶりにやってきたしかも普段あまり往来をしない兄と連れ立っているのも珍しいどうしたのかしらつぶやきながら見ていると二人は庭からそのまま離れ作りになっている父の居間へ入っていったそれが何かひどく忙しそうだったのでおぬいの目は ふと光を帯びたもしや宗鹿様のことではないかしらそう思うと急に体中の血が熱くなったきっとそうだそうに違いないおぬいは半ば夢中で裏へ出たそして足音を忍ばせながら父の今になっている部屋の横手へ近づいていったはじめに 父の声が聞こえた何それは事実かひどく驚いた小姉だった続いて平林慶次郎の少ししゃがれた声が聞こえた絵師の名は文才と申します京絵師だそうでございますが先後からしきりに家老のお屋敷へ忍んで参るとのことでひっとらえて救命したのです その絵師がそう白状したのかご法すとは知らぬようですが木桂の山水を寸分たがわず模写せよと頼まれ多額の金に目がくらんで偽作を作ったと申すのです頼んだのは戸沢殿だと申すのだなはっきりそう申しておりますしばらく 話し声が途絶えたそしてやがて父のうめくような声が聞こえたその絵師はどこにおる父が預かっておりますそやちに会わせてもらいたい事実とすれば一大事すぐお蔵改めをせねばならんご案内を頼む承知いたしました 三人の助けに、おぬいはそそっとそこを離れた。新八郎のことは話に出なかったが事柄は剣物に関わっていたしご持つ偽作という重大なものなのでもしや新八郎もその渦中にいるのではないかと思われたおぬいの不安はますます募るばかりだった。 おぬいの心配は違った形で事実となったその日すっかり暮れてから父が帰ってくるとまもなくおぬいは母の部屋へ呼ばれた大変なことになりました娘が座るのを待ちかねたように母親は声を潜めていった今は父親から伺ったのですがご家老様がご宝物の石軸を偽作させ本当の軸を どこかへお隠しなすったのだそうですどうしてそのようなことを偽作をした絵師という文才を父親がご自分でお調べになったところ事実に違いないことをお確かめになったのですそしてその宝物のお軸を持って逃げた人は胸近さんだということですおぬいは愕然と目を見張った 何か聞き違えたのかと思った宗近様がどう遊ばしましたの小家老と同心してご宝物の石軸をイずラカヤ持って立ち退いたというのですそれは嘘です嘘ですわ母上様おぬいはあの世新八郎が剣持を切ると言って去ったことを思い出して 激しくかぶりを振りながら叫んだ。宗近様はそんな方ではありません。違います。そんなことは嘘です。おぬいの声を聞きつけたのであろう。兄の銀之助が入ってきて、おぬい、未練だぞ、と叱るように制した。しかしおぬいは、いいえ、申します、と表を上げていった。 宗近様がご過労と同心などとはまるで嘘です。今こそお話申しますけれど、あの世お別れにいらしたのは、お家のためにご過労を切り、自分は切腹をするつもりでした。私、宗近様のお口からはっきりそれを伺ったのです。新八郎がどのように言おうと、銀之助は肩を突き上げて、 彼が剣持殿の屋敷から忍び出るものを見たものがあるし、掛物と思える包みを背負って、街道口へ去るところを確かめたものもあるのだ。しかも翌日、剣持殿から、宗近は御用にて江戸へ遣わした、という届けが出ている。あいつが剣持殿と同心していることは、もう疑う余地はない。すでに平林慶次郎殿が打ち手に向かう準備をしておる。 平林様が打ち手に宗近とお前の縁は諦めろいいか未練な振る舞いをするのではないぞそう言って銀之助は去ったおぬいの頭は怒涛のようにもみ返していた何を信じたらいいのかどれが本当でどれが嘘なのか混沌として 何も分からなかったお前にはつらいことだろうけれど母がそっとささやくように言った宗近さんのことは諦めておくれ父上も母もあんなこととあぞ知らずにお前につらい思いをさせてすまぬと思います私には分かりませぬいいえ どうしても私には宗近んもそんな方とは思えませぬおぬい呼びかける母の声を振り捨てておぬいは自分の部屋へ戻ったするとその折を待っていたように弟の一女長が入ってきて黙って姉の前に一通の文を差し出した宗近さんからです え、おぬいは夢中で文を取り上げた表には自分の名があり裏を返すと「新」という一字が書いてあったこれをどうして誰から宗近さんの家から家具の近藤が参って姉湯にそっと渡し申してくれと頼まれたんです悪かったでしょうかいいえありがとう。 ありがとうよ、小縫いは弟を抱きしめるように見上げた「でも決して誰にも言わないでおくれ」「言いません誰にも言いません」十二歳になる一之丞は自分のしたことがそんなにも姉を喜ばせたことに満足してそっと笑いながら出て行った。 おぬいは震えながら封を切った「鳥りにぎ申し上げそろ」「剣持殿を打ち申すべきとのことお耳に入れそうらいしが事情あってただいま江戸表へ向かう途中にそろ」「詳しきこといずれ申し上げべくそろ」も「ただ武士の中不忠は世の批判のほかにありとおぼしめしそろえ」 江戸表宿は麻布比嘉窪慶祥寺にそろくれぐれも堅豪を祈ると読みながらおぬいの胸よは反射的に平林慶次郎が打ち手に向かうという兄の言葉がよみがえってきた武士の忠不忠は世の批判のほかにありとおぼしめしそろえ忠不忠は 世の批判のほかにありと同じところを繰り返し読んでいたがおにの表情にはかって見たことのない激しい決意の色が浮かび上がってきた外にはいつかまた雨の音がし始めていた 幕府の老中水野出羽守の,の中屋敷は芝新練座のよく海辺りにあった出羽守は内服として知られているだけあって屋敷構えも税を尽くしたものだしことに潮入りの池をめぐる庭の結構は目を驚かすものがあった池の中へ半島のように乗り出している丘の上に腰掛けの賃が立っていて今しも 神忠行が宗近新八郎を隠蔽しているところだった出羽守は木ッの軸を見ているそばには老親一人小姓一人だけしかいない忠行は肥えた体を前にこごめ細い目をじっと絵の上に集中していた 新八郎の顔は青ざめていた芝の上に膝を下ろし仰むようにではなかみの表情を見つめながらじっと息を殺していたずいぶん長いこと軸を見ていた忠行はふとその細い目を新八郎に向けた鋭いい通すような目だった 新八郎の右手がブルブルと震えた。出羽守はその様子を目もそらさずにらんでいたがやがて体には似ない女性的な優しい声で「その方名は何と申す」と言った。新八郎が抵当して答えると。 宗近新八郎かうんとうなずきながら「剣持は達者でおるか」「はい」若い頃会うたことがある反省改革でだいぶ思い切ったことをしておるようだな新名を捨てて働いております。 そうか神明を捨てておるか。では神は大きくうなずきながら画伏を巻き収めて老人に渡した。もっけの山水はかねて中村公から譲り受ける約束ができておる。代金三千両は相違なく渡すが。 宗近、持参したこのいちじくはと忠行はきっと声を上げた。このいちじくは中村公のお指図か、剣持のしたことか、それを申せ。新八郎は蒼白な表を上げ、北と出羽守の目を見上げながら言った。恐れながら私一存の計らいでございます。 では、もしこの木系が偽作だと申したら、その方は何とするつもりだ言われるより早く新八郎は後ろへ飛び下がって襟をくつろげながら、脇差しのつかへ手をかけた。待て、うろたえるなただ雪は腰掛けから立って鋭く叫んだ。世はただその方の覚悟を尋ねたまでだ。木系の山水は確かに受け取ったぞ。 金須は相違なく渡すただしこの軸は中村公には大切な家宝ご入用の時は三千金を持っていつでもお返し申すとお伝えするがよいかたじけの新八郎は、 むせび上げるように芝の上へ平伏した。出羽神はそのありさまを見下ろしながら「神明を捨ててかかるものは強いなあ新八郎。武士はかくありたきものと思うぞ。」。そう言って静かに庭の彼方へ立ち去っていった。 おぬい殿新八郎はいきなり殴られでもしたようにあっと言って立ちすくんだ水の家で受け取った代金をすぐ為替問屋へ回って国元に起こる手はずをつけ宿にしている日嘉久の慶勝寺へ戻ってみると思いもかけぬおぬいがそこに待っていたのだどうしたのです新八郎は体験を取りながら立ち上がった どうして来たのです。誰ぞご一緒ですか私一人で参りましたお一人どうしてきましたおぬいは予想のままだったおそらく乗り物を飛ばし続けてきたのであろう頬がこけているしひどい血色だった宗近様 おぬいは新八郎が座るのを待ちかねて、必死と見上げながら言った。平林慶次郎様があなたを討とうとして江戸へ来ております。それをご存知でございますか。平林が拙者を討つなぜです。国元ではご家老様がご宝物の木っを偽作さ,させ、 宗近様が老人の上持って逃げたと申しておりますそれで平林が打ち手に立ったのですか宗近様お縫いの声はみじめなどほど震えたどうぞ本当のことをおっしゃってくださいまし偽作のことは父もその絵師を調べて確かめたと申しております あなたはご辛子様とどのようなお関わりがあるのでございますかご宝物の木型を持って立ち退いたというのは本当でございますかシンパチロは黙っていたがふとお縫いの後ろにある包みに不審を感じていったそその包みは何ですか あななたたたからお預から預りしし尺八でです。す。どうててそんなもののを持ってきたのです私娘はきっと唇を噛みながら私あなたのお話を伺った上で次第によってはこの尺八をお返し申すつもりで参りましたそれは婚約の縁を切るという意味であろう新八郎は 無数の目,の目をしばらく見ていたが「すぐ戻ります」「待っていてください」そう言って栗の方へ出て行ったおぬいは目を閉じた無断で抜け出てきた家を思い父母や兄の怒りを思ったしかし彼女は新八郎に会って その本心を確かめずには一刻も生きていられなかったのだ娘の身で一人旅をする無謀さも知っていた再び家へ帰れぬことも覚悟の上だ新八郎に会って真実を確かめさえしたらあとはどうなっても構わぬと思ったのである新八郎の戻ってくる足音がした 何をしに行ったのか。そっと目を上げてみると新八郎の後ろから12歳になる小坊主が何か長いものを肩にしてついてきた「ことではないか」そう思って見ていると果たしてそれは一面の古びたことであった小坊主を返した新八郎は座敷の真ん中へ袋を払ってことを据え 静かにおぬいを見やりながら言ったあの世の総不連は中東でやめになりましたね尺八を持ってきてくださったのを幸いここであの続きを合わせましょう宗近様まあお聞きなさい新八郎は遮って言ったあなたは 宗近新八郎の妻だあなたは新八郎を信じていればよいご宝物の木桂の軸は確かに国元にありますまた剣持殿はお家のために神明を投げうって働いている人です御意地ちと言って拙者に剣持殿を切らせようとしたのは平林六郎右衛門殿今度はその子の慶次郎が 拙者を討ちに来るというおぬい殿新八郎は力のこもった口調で続けた六郎右衛門殿は上代家老の席が欲しかったそして慶次郎はわかりますかはい慶次郎はあなたが欲しいのだ おぬいがそっと表を伏せるのを見ながら新八郎はニッと口ぶりに微笑みを浮かべた「あなたはあの世拙者の吹く竹の音が必死の響きを十三弦に伝えた」と言われた言葉は偽われても音楽の誠は隠せずとおっしゃったさあことに向かってください。 拙者の心にみじんもの曇りがあれば必ず竹の根に現れずにはいないでしょう。明宮する因縁こそ言葉以上の証拠です。いざおぬいは静かに身を起こした。旅装の塵りよけを脱ぎ包みを開いて尺八を渡すと化粧箱を開けて。 髪をかき上げえもんを直してからおもむろに琴の前へ座った新八郎も尺八を取って座り直したあの世の続きからはい二人はじっと呼吸を沈めた 日はすでに暮れたが梅雨には珍しくカラリと生えた日の名残で黄昏色のどこやらいつまでも夕焼けの光の残っている夕べだった静かに始まった還元の音は広い寺の境内を埋める木立の中に象上と幽玄な響きの音を引いた心の誠を伝えようとする新八郎とそれを受け止めようとするおぬいと 二つの心はただ一点に凝っていったそれはもう音楽を突き抜けて心と心とが直に触れ合って発する情熱の歌であったしかし今度もまた曲の終わらぬうちに琴の音がはたとやんだふと耐えた琴の音に気づいて「おぬい殿!うん」と振り返る新八郎に 娘は恐怖の目を見開きながら庭の方を指さした新八郎がおぬいの目に恐怖の色を読むより早くのしかかるような人影がさっと縁先へ飛び上がってきた平林慶次郎だった「乾物動くな!」抜き戸の剣が部屋の中の夕闇にギラッと閃光を飛ばした新八郎はダットのようにその剣をくぐり「慶次郎早まるな!」 と叫びびながら庭へ飛び降りた逃げるかとわめいて慶次郎は必死と追い詰めた新八郎は尺八を請願につけたまま待て平林ご宝物の木家は国元にある死体を聞けば分かることだ刀を引け言うなこの場に及んで未練な言い抜けが何になるもう今となっては取り返しはつかんぞ刀を引け手向えいはしない 国元へ帰ればわかることだ一緒に帰ろう問答無用俺は貴様を切るために来た言い訳を聞きに来たのではない刀を取れそうか新八郎はぐっとうなずいた拙者を切るために来たというその言葉の底に何があるか拙者にもわかることはないのだよし切ってみろ 刀を取れ。それには及ばぬ来いふンぬの眉を上げながら新八郎は尺八をぐっと前へ突き出した慶次郎は十分に相手の呼吸を図ろうともせずしっこしながら踏み込んだすさまじい掛け声とと,ともに夕闇を引き裂いて白人が飛び両者の体が一つになるかと見えたしかし次の刹那には慶次郎の手から体験が跳ね飛ばされよらめくところへ新八郎の踏み込むのが見えた その切なおぬいが悲鳴のように「いけません宗近様!」と絶叫したその声とほとんど同時に新八郎の打ち下ろした尺八は相手の剣骨にハッと音を立てていた慶次郎はと叫びながら前のめりに倒れもう起き上がる力もないと見えて土の上に伏したまま荒々しく背に波を打たせていた新八郎は背をい見下ろしながら「貴様にも六郎右衛門殿にも 拙者のの構想ととすべきことがあるのだしかし何も言わん拙者はこれから国元へ帰るがもし恥じるところがなかったら貴様も帰ってこいただし再びこんなことをすれば今度こそ容赦なく切って捨てるそれだけは忘れるな吐き出すように言うと新八郎はそのままおぬいの方へ戻ってきた。 今度も途中で切れましたね旅装を整えて慶祥寺を出た新八郎とおぬいの二人は夜道にもかかわらず帰国の途に着いた今度こそ姉妹まで会わせようと思ったのにどうしてこの曲はこう終わりまでいけないのでしょう私もう生涯この曲は弾くまいと存じますの。 なぜですおぬいはそっと目を上げながら「この曲を合わせていただくたびに宗近様のお命に危険があるのですもの私もう決して引くまいと存じます」「危険はこれからも避けられませんよ」。は短足するように 天物殿でさえ神明を捨てたと仰せられている「手綱藩四万石の政治が万代の屋敷に置かれるまではまだ多くの危険や困難がある道は険しいのですおぬい殿その覚悟ができますか?」おぬいは大きく目を見開いて新八郎を振りあうぎながらうなずいた。 信頼と愛情にあふれる燃えるようなまなざしだったそして小さい口元に花の咲くような美しい微笑みがこう語っていた「どんなに険しい道でもご一緒に」うん。